はい、どうもこんにちは、ココミライチャンネルの俊介です。そうです。いや、そうくんはね、久しぶりの登場ということで、まあ、今回だからプリントのね説明をしていこうと思って、あ、はいはいはい、今回僕一生懸命プリントを作ったんですよ。プリントがありますよ、これ実は動画だけ見てるかもしれないけど、倫理のねプリントを作ったので、こんな風な仕上がりになってます。これでとりあえず、URL から飛んでいただいて、概要欄の、そっからグワッてまず印刷してください、そうすると両面コピーで印刷してもらえれば、いい感じに冊子になりますのでね、ほらこういい感じでしょ。でこれをここにホチキス止めるマークみたいのがついているので、ここをホチキスで止めてもらいます。こう、分かりやすいね。分かりやすいでしょ。分かりやすい、ね、この天才的なアイデアね、サービスが行き届いてるな。そう、素晴らしい渾身のアイデア。渾身のアイデアだね、これ。そうそう、そうすると、これでね、がっつりちゃんとした優しい設計だな、冊子になりますので。で、これでここの QR コードから再生リストに飛べるようになってます。で、裏側にも再生リストってのが3つ並んでて、基礎、応用、復習っていう風になってます。で、ここで基礎が今俺がやってるやつで、この応用ってやつが踏み込み倫理っていう、別にテストに出るとかじゃないけど、面白いよみたいな話とか、ちょっとメジャーじゃないよね、細かいよねみたいな話とか、深いところやってくれた。そうそう、そういう風な話をやっています。単純に倫理面白いよみたいな話みたいな感じになるかな、資料集みたいなもんだと思ってください。そんな話半分ぐらいでいいです、別に見なくてもいいんで。で、復習編がこれまだ出してないんですけど、3個か4個ぐらい、5個ぐらいこうポイントだけまとめたようなやつを出しますので、それを基本にメインに復習してもらえればいいんじゃないかと思います。めっちゃいい、で、プリントなんですけど、このそれぞれね、穴開きになってるんですね。これなんかちょっと表示させますけど、この辺に、で、これで丸1、丸2みたいな感じになってるので、ご授業を受けてこうやって書くわけですよ。こうなんかガーッつって、なるほどみたいな感じで分かるように一応授業するので、で、埋めます。そしたら概要欄の方に実は答えが載ってますから、それを見てこう答え合わせみたいなのをしていただくと、で、それは最初に答え見て埋めちゃってもいい、そういうタイプの人もいると思うんだよ。まあ確か俺も授業受けてるときさ、もう全部埋めちゃいたいタイプだった。いや、そうだよな、でも授業集中するっていう、そういう人は全然いい。そういう人はもう最初から概要欄見てバーって埋めちゃって見ていただくと、いいね。オレンジペンだが、オレンジペンとかでだから書いてもらうといいんじゃないかな。隠せるもんね。そうそう。で、あと黒字、黒の太字のところがあるんですけど、黒の太字のところはなんかまあ大事なところなので、そこもしっかり太くしてもらえるといいんじゃないかと思います、なんかマーカーみたいなの引いたりとか、青いやつとか、なんて言うんだろうな、赤シートで消せるようなマーカーとかあるじゃないですか、ああいうのがいいんじゃないですかねと思います僕は。あとはそうね、この後々ラジオみたいなのもやろうと思ってますから、そのこのプリントを見ながらラジオを聴けると、で、このプリント内容みたいなのを聞きながら電車とかでこれを見れるようなね、そういうやつとかも、そうやつをやっていこうと思ってますので、時間ないからね、受験生、このプリントを有効活用していただいてやっていくといいんじゃないかと。で、プリント受けながらいろんなことをメモってもらってね、僕の言ってる話とか、踏み込み倫理の話とか、それか別に問題集とかを解いて、それでなんかこれ載ってねえぞみたいなこと、なんかなるべくそんなにいっぱい載せないようにしてるんですよ。だからこう、これ載ってなかったなみたいなやつだったら書き込んでもらうと、そういう風にしたらこの一冊のがいい感じになっていくと思います、今回これ源流思想編なんですけど、これ後々どんどんいろんなパターンというか、いろんな単元で出していきますので、よろしくお願いします。で、このプリントの間違いとかあったらぜひとも指摘していただければ速攻で訂正しますので、本当にもう本当にプリント間違いないように頑張ってやりましたけど、どうしてもね、ちょっとまあそれは仕方がないですね、まだ分かんないので、間違ってるとかあったら言ってください、という感じですね、ということでこのプリントを有効活用、プリントめちゃめちゃおすすめですよ俺倫理勉強したいと思ってるから、俊介の動画見て、もうプリント印刷して勉強しますから。だけどプリントやっぱりあるといいです、やっぱりプリントがあるとなんか残るし、すごい勉強した感もあるし、本気で勉強したいと思ってる人にはマジでおすすめです、プリントをちょっとするのめんどくさいと思っても、やったらもう絶対価値あるのでやるべきだなと思います僕もこれ倫理これ使って勉強したいと思ってるんで、一緒に頑張りましょう。それじゃあセンターの過去問でも解いてみようやろう俺これで勉強するかマジ俺の授業とこのプリントで一体何点取れんのか、俺高校生の時は一切勉強しないですから、地理選択だね、地理選択だから一切もう何もやってないから、じゃあこのね頑張りますよ、いい感じにプリント授業皆さんも活用していただければいいんじゃないかと思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。